にちは、スカイドマです。じゃあね、今日はね、防犯カメラ、久々の防犯カメラレビューをしたいと思います。はい、今回ね、この防犯カメラ、僕自身ね、本当に役に立ったなって思ったことがあって、ご存知の方もいると思うんですけど、工場火事になったじゃない。これの原因が自分がね、レビューでいただいた防犯カメラのおかげで原因が分かった。カメラだったら絶対的に決定的だよね、どっから出火したっていうのが分かるもんね。防犯カメラたくさん置いてたんだけど、やっぱり火事の現場に本体置いてると、そこにね、ハードディスク入って録画されるので、それはダメだったんだよ。でもこういうものってさ、 Wi-Fi とか有線とかでもそうなんだけど、本体が違うところになったら、そこのね、ディスクにね、保存されるんで、データが生きてるわけよ。なので本当に防犯カメラって1つだけじゃなくて、全然2つ3つあってもいいなってマジで思った、今回改めて。ってことで今日はね、この防犯カメラ紹介したいんですけど、これもね、もう絶対的にもう簡単で、取り付けもセッティングもすぐできると思います。じゃあ早速開けましょう。はい、防犯カメラ今回2つ入ってます。うお、かっこええな。1、2で、アンテナがあるんでこれもつけときましょう。はい、いいね、アンテナ。かわいいね。アンテナって電源入ってない時につけた方がいいんで、今つけます、アンテナで。なんだろうこれ。これ多分台座やな。で、これランケーブル、電源で、マウス。もう今ね、本当にね、全部揃ってる。もう取り付けのネジまで揃ってるからね。よいしょ、よいしょ。すごいね、マウスパッドまで。どん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 、なんか防犯カメラ気が利くようになってきてるよね。マウスパッドまでつく。すげえ、マジで ?8GB USB って書いてる。これ USB カード。はぁ、どうなってんの、どんなネタともそうして、これ取りか。すごいな、これマジで。おそらく入れるんでしょうね、この後ろとかに。もうこれがあったら、これで保存されるんだけど、ハードディスクが入ってるんで、吸い出したいデータはね、こう USB に入れて持ち運ぶことができるようです。で、しかもこれカードタイプになってるんで、このままやってれば、財布に入れてれば、なんかおしゃれだよね。これめっちゃかっこいい。これマジで設定することがないんだよね。もう設定って言ったら、スマホとかインターネットぐらいなんで、単純にね、つけたいところも電源があれば、すぐつく。こっち、はい、ランポートもあるんだけど、これ今使わないんで、そのまま無視します。 Wi-Fi でそのままついてくれると思います。で、電源そして、もうね、取り付けこれだけ終わり。いきます。今、もう本当に電源コンセントで挿しただけで、何も触ってないです。で、おそらくちょっとしたら、ついてきた。すごい、つきましたね、2つ。今回防犯カメラが2つなんで、ここね、分割されてるのはこっち、2画面っていうか、分割2つしかつかないです。4つまでね、おそらく増設できると思います。これね、全然増やしてもいいし、機種によっては、8分割とか16分割もできるみたいです。今回は僕は2つしかないんで、例えばこれね、大きくクリックすればこっち、はいはいはい。こうやってね、ペットのね、監視もいいんじゃないかなと思って。見てる、めっちゃ見てる、はい、いいね、めっちゃ見てる。めっちゃ来た。顔はで、すごいよ、これ暗視スコープにもなってるんで、一回
で、電気暗くしてみます。いきますよ、電気を暗くします。はい、ほーら、すごい見える。すごいね、似合うな、夜が。で、これね、自動で暗視効果つくんで、光源がない、光がないところでも見える、バッチリ見える。いいね。で、これダブルクリックしたら戻って、で、ビデオ再生また見たい場合はここでね、これビデオ再生ってのがあるんで、押せば今撮った、本当にもう今しかつけてないんで、僕はほら、もうこれさっきの映像録画すぐ見れる、すぐってな感じで、なんかちょっと異変があったなーって思ったら、もうすぐピピピってやれば見れます。で、これね、 Wi-Fi 飛ばしてこいつ自体に受信してるんだよね。なので電源ケーブル、電源が来てれば、もう有線いらない、無線で飛ばしてこれ自体に保存されるんで、今回ね、僕経験上ね、倉庫が火事になったんですけど、これはね、本当本体は家とか別の建物の置くのをおすすめします。で、100m ぐらいっては書いてあるんだけど、大体この、Wi-Fi の距離ね。だけど建物がなければ、本当見通しが良ければそのぐらいなんで、まあ、10m、20m ぐらいは僕全然大丈夫だったんで、なので、そこはね、ちょっと調整しながら皆さんにつけていただければなって思ってます。これね、実はね、こっちLANポートがあるんで、インターネット、LANケーブルさせばスマホで見ることができる。このめっちゃ簡単。ちょっとこの部屋というか、今ネット環境がないので、それをね、つけてレビューすることができないんですけど、僕ね、めちゃくちゃたくさん防犯カメラレビューしてるんですよ。で、これとね、ほぼ一緒の、もうセッティングもほぼ一緒の防犯カメラレビューしてるので、詳細欄の方に貼ってるので、ぜひね、そこリンククリックして、防犯カメラの Wi-Fi のね、設定とか、スマホで見る設定を、見てください。これ LAN ケーブルついてるんで、LAN ケーブルさせば、まあ、有線にすれば結構どこでも、ちょっと遠いところでも設置ができるんで、そこはね、皆さんが使う環境によって使い分ければなって思っています。一応今これで書いてるのはね、まあ 100m って言ったけど 50m ぐらいかな。で、壁が1つあれば 30m ぐらい、2つあれば 15m ぐらい、まあ、こうやって分かりやすく書いています。本当に屋外でね、試したことあるんですけど、見通しがよければマジで 100m ぐらい行くんですよ。なので、まあ場所にはよるけど、家だったら余裕、家の中に置いて外に置いてもいいし、あ、でこれね、防水なんで全然雨風全然しのげます。で、防水カプラっていうのもついてるんで、これかませば絶対水入らない。もう普通のもう雨風台風だったら全然余裕です。はい、今日はね、このね、俺毎回防犯カメラさ、いつもさ、苦戦するのさ、名前本当に読めない、アンランこれマジで読めんわ。まあ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 、こういう感じですよ。はい、なのでね、ぜひね、リンクも貼ってるんでね、ぜひね、チェックしてみてください。思いの方が安いし、まあ、ホームセンターとかで買うよりかはもうダントツです。ってことで、今日はね、このね、アンランから発売されてる防犯カメラをレビューしてみました。ちょっとね、レビューね、できなかった部分もあるんですけど、先ほども言ったように、詳細欄の、ね、貼ってあるので、ぜひね、チェックの方もよろしくお願いします。はい、また防犯カメラレビューします。この動画がね、面白かったらですね、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下のボタンチェックと、インスタ、ツイッターもやっていいので、ぜひね、そちらの方のチェックもよろしくお願いします。また配信します。バイバイ。